作戦目標は帝国首都シュバルツグラード。作戦名はノーザンクロス作戦。西暦1935年、ヨーロッパ大陸は東西2つの大国によって分断されていた。すなわち皇帝を頂点とした専制君主国家、東ヨーロッパ帝国連合、通称帝国と、王政を廃した共和国国家の連合体、大西洋連邦機構、通称連邦である。鉱物資源ラグナイトをめぐって対立を深めた両国はついに開戦。大陸は戦火に包まれる。帝国はその圧倒的な軍事力で周辺国を次々に侵攻占領。対する連邦は同盟国間の足並みが揃わず劣勢を強いられていた。開戦から3ヶ月、ヨーロッパの7割を支配下に収めた帝国に対し、連邦は一大反攻作戦を開始する。ノーザンクロス作戦。動員兵力600万人、第二次ヨーロッパ大戦最大の犠牲者を出したこの戦いは、連邦では東部戦線、帝国では大祖国戦争と後に呼称されることとなる。奮い立て勇敢なる兵士たち、我々はここにノーザンクロス作戦を発動した。今こそ帝国を打倒し、このヨーロッパから腐り切った圧政者どもを一掃するのだ。それぞれの正義のために命を散らしたおびただしい数の兵士たち、そのほとんどが明日を信じ明日を夢見たどこにでもいる若者たちであった。これは連邦軍ガリア人部隊 E 小隊隊長としてノーザンクロス作戦を戦ったクロード・ウォレスの手記に基づく若者たちの戦いの記録である。